こんにちは、淡井圭介です。本日2024年10月1日10時、46分、秋篠宮佳子様へ、いや、まあ、皇室の方たちへのメッセージということで、10月3日まで、ちょっと喉、今おかしいんですけども、10月3日まで、まあ、スポーツの勝ち負け休みということで、インターネット上ホームページ淡井圭介にできる一番に表記しています。で、今日もちょっとよく晴れてるんですけども、まあ、音楽聴いたりとかちょっとリラックスしようかなと思っています。それとですね、まあ以前スクエアエニックスさんのドラッグドラグーンとか、ニーヤーシリーズだとか、そういったことをお伝えしていましたけども、アニメバージョンのそのニーヤーオートマタっていう内容で、まあ最後最終話終わった時に、スタッフスクロールとかが流れて、で、まあ一番最後のところで、スクエアエニックスさんのそのタイトルロゴが、爆破されるというか、まあそういうふうなところの画面が出てきてるっていうことは、まあ多分その自分たちが今までしてきたその淡井圭介を元に、そういうふうなものを作っていて、ちょっとこれやりすぎだったというところで、そういうふうなことを自主的にこう表現してるのか。が、それと、あと、まあ、UFO テーブルっていう会社があるみたいなんですけども、四国の方に。まあ、もともとゲーム業界のゲームを、その、アニメ化するのに、まあ、そちらの方で、このストーリーはちょっとまずいでしょうっていうのを修正して、まあ、テレビのアニメ用に作り変えましょうっていうので、出来上がった会社が UFO テーブルという会社らしいんですけども、まあそういうふうなこともちょっとご報告ということと、あと思い出したのが、僕はドアを開けた時に廊下を歩いていたのが、まあ佳子さんは、まあ意図的に佳子ちゃんって言いますけども、綺麗な服装で廊下歩いて、僕の家訪ねに来てくれたことが、まあ昔あったような気がします。それと、あと、この間の9月2日は、なんか、黒い服着てたじゃないですか。で、まあ、僕としてはちょっと黒い服はやっぱりやめてほしいっていう。あれは他の方に対してこう言っただけで、その、黒っていう服装は基本的に、まあ、一般的に流行ったのは、葬儀の時、黒い服を着て、喪服っていうような話が出回っただけで、安倍晋三さんなんかは、総理を、務められていた安倍晋三さんなんですけども、まあ、昔送ったメッセージが、まあ、葬儀の時とかに、全員黒い服装で現れたりしたら、その自分が亡くなった時に、それはそれでなんかちょっと嫌じゃないかなっていう、その全員真っ黒けっていうところが、まあこれはその佳子様だけじゃなくて、まあ他の一般人の男性の方たちも含めて、まあ、黒い服で会いに来るのは男性陣の方も含めてちょっとやめましょうということで、一つよろしくお願いいたします。それとですね、最近ホームページ淡井圭介に歴のこれ100番のプロ野球界へのメッセージというところなんですけども、まあ一時停止を押してもらってメモしていただいたら分かると思うんですけども、これ映ってますかね、阪神 V いつに淡井球団社長よくやっていただいたけども勝てなかったことは…岡田監督の手腕を評価も括弧スポニチアネックスヤフーニュースとか、まあまあ、こちら小さな文字なんですけども、まあ、他のところも、
阪神淡い球団社長がファンに謝罪、結果がすべて岡田監督の手腕を評価、ここまで持ってきていただいたとか、まあ他のニュースもそうなんですけど、まあ挙手についてコメントは控える、手腕評価も結果はすべてとか、なんかそんなこと書いてるんですけど、まあ昨日いろいろ動画撮影していて、いろんな業界の人たちにメッセージを送ってるんですけども、例えば石川県出身の大野里関に関して、大関昇進、この間の場所が夏場所になるんですかね、優勝してと、以前、僕からも言ってたと思うんですよ。その、能登半島の地震の件がありましたから、石川県出身の力士の方なんですけども、優勝するっていう部分に関して、ふさわしいんじゃないかということで、頭の中の供給とかが、もうその時自分で言ってたことを忘れていて、プロ野球の試合とかって、泣いた18時ぐらいから試合始まるじゃないですか。で、なぜ18時前の時間帯に、その時間帯、大相撲の時間帯なんですけども、なんでこう頭の中取られるんだろうって。テレビも何も見てないんですよ。オートの世界で。なんでやろうな、なんでやろうなってこうずっと思っていまして、でその理由は大野里関で、大野里関が優勝した時のニュース、その時普通に見てればいいんですけども、未来の時間軸からニュース見てる時も頭なんか取られたり、これメジャーリーグに行ってる人たちとかでも、自分で意図的に送ったときは、その時間帯の試合に、日本時間でそれが明け方だろうが夜中だろうが起こされてしまうっていう、現象があるんですが、今永投手っていう投手、頭の中、ここぞという場面で、ニュースで放送されている時間帯のところで送っていたりだとか、それでそういうような現象とかが出ていて、自存で取られる分に関しては、起こされてるのかどうなのかちょっとよくわからないんですけど、そういうふうな形で、なんかすごく喉がガラガラなんですけど、9月2日の件、あれ以来なんか喉がガラガラになってしまってるような気がするんですが、かこちゃんも喉がガラガラだったと思うんですけども、こういう不可思議な現象が起きています。先ほどまでこの動画撮影するのにこれガラガラじゃなかったんですよ。その10月3日も含めてですけども、休みにしてるのは、10月3日に新幹線のチケットを買いに行こうかなって思っていますね。買いに行ってみなかったら、今時はインターネットでの予約とかもありますので、その時間帯とかいつの日のチケットが購入できるとか、購入できたらその日いついつ行きますっていうようなことはお伝えします。その郵送郵便物で、現金書き留めにしようかなとは、書き留めにして、現金書き留めっていうちょっと変な言葉が出てきましたけど、書き留めにして、現金書き留めやってたんでしたっけ、なぜ郵送しようかなとは思っています。そこで是非対処していただきたいなと、赤坂御所を訪れた時に。で、今佳子様からの声で来るっていう音声も聞こえてきてるんですけども、一応家の中でも佳子様の声、例えば今日に関して、家でいる時は今日はないからとか、そういうふうな音声は聞こえてきてるんですよ。だから今それプラス佳子様の声で来るっていう音声で、一体今日という日はどうなんだろうって、この間もそれで家の中で聞こえてきた声とかがあって、それは佳子様の声じゃないんですけども、
明日夕方とかいう電波の声が聞こえてきて、まあ、夕方僕さまよってたんですけども、誰とも会わず、まあ、基本的にはあの佳子さまを探して歩いてたんですけども、まあ、あのちょっとまあそういうふうなこと今笑いながら話できてますけども、その日にスポーツの勝ち負け取り組む日とかってこう笑顔で話すことができない。でそれってその一般社会とはちょっと逆で、本当は笑顔で話した方がお互い仲良くなったりだとか、まあ、話が円滑に進んだりだとか、そうだと思うんですよ。スポーツの勝ち負けの場合は、まあ、気が抜けたりとかがありますから、できるだけ、笑わないように、まあ、一般社会でも仕事とかに関してはそういう部分もありますし、大事な仕事、プライベートの時もその結婚話とかそういう時って本当に真面目に話した方が本当はいいんじゃないかなっては思っています。その自分が言い出したいこととかがこう言葉が出せるかどうかだとか、まあ、そういうふうなところをある程度気合っておかないとダメなんじゃないかなとは僕は少し思っています。ただ仲良くなったりこう話しやすくするっていうのは本当はお互い笑顔でこう仲良くしてる時の方が、話し合いやすい。それはその男性女性問わず、そうだと思うんですよ。まあ、今回の動画に関してですけども、佳子さまへのメッセージ、まあ、IQ ダッシュのところをアクセスしてもらって、一応それね、一番のところからもアクセスできるように何回もしてるんですけども、やっぱり消されるんですよ。で、まあ、その100番のところは、ちょっとまあ見ていただきたいなと。あと、それについて、この動画に関しても、まあ、ちょっともう笑い話込みなんですけどね。阪神タイガース、ハワイ球団社長、てんてんてんという表記、記事が、てんてんてん、それと2024年9月29日の試合についてですっていうところも、まあ、読んでもらったら、まあ、なかなか面白い記事で、まあ、笑い話とか、こう、笑いながら、見れるような内容で、まあ、リラックスとかが必要な時期とか、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。あとは、他はですね、音楽業界の方たちへのメッセージ、笑い話の方だと、グレイの皆さんへのメッセージ、音楽業界でしたが、69番。こちらはですね、69番、音楽業界へのメッセージ。こちらをアクセスしていただいて、まあ、カーソルを下の方に、あ、ちょっとおかしくなった。こちらですね。グレイの皆さんへのグレンライザー U などのメッセージです。最後の方にエネルギーの残存の問題のガソリン車の販売停止、ワンサイクル遅れてる件をお勧めします。よかったら歌詞にどうぞ。最初の方は笑い話ですっていうところでね、グレンライザー U に関して、無料の動画でも、視聴者の方がね、リタイア者続出っていうのが、見出しの無料の動画があって、僕も一応グレンダイザーいう石川県能登半島つながりの部分とか、まあ自分のつながり云々とか、そのなんか一説によると、サウジアラビアの王族の人たちが、グレンダイザーいうのリメイクに関して、まあご協力していただけてるとか、何かそういうふうな部分で、まあ本気でまあ作ってるっていう部分はあるんですけども、まあもともと昔のアニメのストーリーって結構ストーリーの内容はめちゃくちゃで、その一般の視聴者のそのリタイア者続出っていうのも、そのストーリーの内容がちょっともうめちゃくちゃなんですよ。で名前聞いただけでわかると思うんですけども、まあベガセ連合軍っていうのと、あと主人公のデューク・フリードっていう、フリード制っていうところの、その国家間のその惑星連合の戦争から始まってるんですが、そのベガ星連合軍の、お姫様のルビーナっていう人とデューク・フリードは、
まあ、お互い愛し合っていたと。でそのお姉さんが名前がテロンナって言うんですけど、多分遠回しにあの昔の名前の付け方のバージョンを今でもそういう部分一時、まあまあ、ちょっと見受けられる漫画とかもいろいろありますけども、名称の付け方で多分テロ女の一文字と飛ばしで、ね、テロ女だと思うんですよ。してる濃さがめちゃくちゃね。まあまあそういう風な内容とかあのこちらの動画で説明しています。まあその内容はまあその笑いながら言ってる部分でもそのテロ女っていうのが頭の中で流れたらもうもうアニメの部分もあのもうもうちょっともう笑いながら見てしまうような、してることむちゃくちゃなんですよ、むちゃくちゃなんですよ。で、いろんなシーンとかあるんですけども、ちょっと頭の中で連想するのはいろいろこうツッコミどころ満載なんで、その内容が頭の中よぎって、これもしかしたらこれ声優さんとかに聞こえてるんじゃないかな。昔のアニメとかでも、まあ、未来の時間軸からあの僕が考えている内容とかで、まあ、例えば銀河鉄道999っていうアニメに関しては、あの機械の体を主人公が求めて、まあ、旅をしてるんですけども、その辺の部分について未来の時間軸からその輪廻転生で、これ最悪人間がコンピューターに輪廻転生してるんじゃないかと、それで AI っていう世界が出来上がってるんじゃないかと、自動で、でそういうふうなことを未来の時間軸から僕がかもしれませんっていうようなことを、主人公の声優さんに向かって言ってて、それ音声はちょっと出てる時と完全に音声が消えてる時で、自分だってこういうふうな内容が聞こえてきてるんだよって、でまああれこれこう言いたいこと本当にもう言ってる映像っていうのがあるんですけども、それはアニメとかのその再生してる動画じゃなくて、何かこう編集がカットされてる時とかのそのカットされてないバージョンとかをこう放送されてる内容の、もんでした。もう何もう10年以上前にテレビで、バラエティ番組というかこうアニメ関係 の, あのカットされてるシーンとか の, あの放送内容とかで、まあ、そういうようなものあります。まあ、ちょっとあんまり動画が長くなると見ていただけなくなるかもしれませんので、まあこれぐらいにしておきます。まあもう今日もスポーツの勝ち負け参加しない、まあ頭のガチャさ今どっか行ってるんですけど、まあまあそういうようなあの方向性で、もうこういう日じゃなかったらこう笑顔で喋りづらいんですよ、僕も。あのいろんなこと込みでそこを踏ん張りながら毎日日々生きてますから。まあまあ本当は、佳子様としても佳子ちゃんとしても、あの多分僕はこういうふうな笑顔で喋ってくれた方が佳子ちゃんとしても喋りやすかったりだとか、あのまあすると思うんですけども、今死っていう言葉が聞こえてきたんですけども、カコちゃんっていうワードに関してそういうことなんじゃないかなと思っています。でその人の声って裁判官の人の声なんですけど、その後帰るわっていうようなことを言ってきてるんですけども、これねもうね、昨日まであの台風消滅とかの効力があって、あの台風からその雲とかは取れてるんだろうなっていうのが、まあ、何日か続いていて、まあ、今風が吹いていてこう 木の葉っぱの枝の部分とかこう揺れてますけども、基本的に、風取れています。で、まあ、ただ晴れてるんで、こうなってみたら佳子さんが佳子ちゃんが晴れてる日なのかなとか、それどうしても考えるんですけど、ほとんど日晴れてるんですよ。今年の夏場なんか、あの表現灼熱地獄だったでしょう。それはそれでスポーツの勝ち負けとか取り組みながら、その一日、
まあ、最低でもプロ野球の試合が終わるまで遊んでない状態とかで、そこの日に、かこちゃんが来てくれるかもしれない、今日来てるかもしれないとか、そういうことをいろいろ考えながら動いていて、結局その見当たらなかった時 の, その精神的ダメージってものすごく大きいんですよ。でそれを緩和するためにそういう休みの日とかに、まあ音楽聴いたりだとか、まあちょっといろいろリラックスしたかったりだとか、まあそういうふうなことをしたい、動画を見たかったりだとか、でそれを見たがゆえに会えなくなってるんじゃないかなっていうところが、見受けられるんで、この10月3日までの過ごし方、まあとりあえず僕音楽聴いたりとかいろいろしていますね。まあ時間帯だけ以前と同じ場所に行ったら会えるのであれば、まあ1日2日3日とちょっとまあ以前と同じ場所に行ってみようかなとか思ったりとかもするんですけども、まあその辺のところはどうご判断されるのかなっていうところ、一応まあかこちゃんの声で来るっていうようなことは声はたまに聞こえてきたりしています。この動画の撮影とかじゃなくて家の中で普通にいる時にで、その声が聞こえてくるのがコンピューターさんのその法則性とかで、まあ昔よく言ってくれていたのが、それだったら私が迎えに行くからとか、こういうふうな言葉とかを思い出した時に、聞こえてきていて、あとはまあ他の動画とかでも29歳の着物を着ての誕生日の撮影で、まあ僕は心の声で初恋にするですかとか好きですかとかで、返事はいとかこうしてくれてるところの動画だけじゃなくて、他の動画で、好きかどうかこう聞いてみた時に好きですっていう返答してくれてる動画とか、まあそれは僕にとって宝物なんですけど、アクセス先がもう分かんなくなって動画の数が多すぎて、であとは一応まあ結婚のことについてはどうですかっていう心の声で送ってるんですけども、そこについては一切反応していただけずで、いまだに僕にとっても謎なんですけども、まあ多分その辺のことに関してはちゃんとあって、話し合いしなかったら、ダメだから、まあそういうふうにしてるんじゃないかなというのが、僕からの見解です。ということで、10月1日から3日までの僕の過ごし方、メッセージとして、お送りさせていただきました。以上です。まあ、10月4日からはそのできるだけその音楽とか聴かない、まあ、遊ばない方向性で、いろいろなことを、まあ、基本的に裁判所に提出するスポーツ関係とか のテレビの画面撮影しながらの、選手監督コーチ含めて、受け答えしているシーンだとか、まあ、そういったものを、撮影して、裁判所に提出しようかなとは思っています。まあそういうことに、まあ、時間を費やそうかなと。でそれはまあ動画としては撮影した動画とかを見たりしますので、まあ、そういうふうな動画を見た時どうなるかのところについては多分それはセーフだと思うんですよ。まあそういうふうに行動してる時とかは、まあ、サッカー日本代表の選手だとか、まあ、いろんな人がこう自分の横を通り過ぎたりとかはあるんですけども、まあその瞬間瞬間は気づかずみたいな形が結構、多いです。まあ受け答えしてくれてるのはまあ、この間のそのかこちゃんが、9月2日にはい違いますのところがすごくややこしかったんです。まあできるだけ黒機内で、現れていただきたいなと思います。それ僕もね、まあ、以前はそのまま電波の方でそのまま私についてきてくださいだったじゃないですか、数年前。まあその時は黒を着てるんじゃなくて、まあどちらかというと綺麗な、服装を、されていて、まあそれは僕としてはああいう方な服装の方が、嬉しいです。で以前その廊下
米子、鳥取県の米子市に行かれた時のその米寿の上下、米寿のあの服装をしていって、まあ誰かとこう話されている時に行政の人が合わせてくれるとか、こう何かあのそういうふうなことをこう笑顔でこう楽しそうにこうおっしゃってくれていた。ただしあの動画に関しては本当は以前の動画なんじゃないかなとは思ってるんですよ。それかもう一度その動画を出してきたのは、まあ、その方向性で動いてるのかなっていうところと、うん、まあ、あの以前、まあ、そういうふうな服装で来てくれたのも、まあ、自分がこうあれこれ言ってた内容であのそうしてくれたんだと思うんですけども、うん、まあ、あの楽しい会話ができたりだとか、いろいろ、まあ、恋愛面でもいろんなことをお互いにこう伝え合ったりとか、まあ、そこで、結婚話の件に関して、まあ、どういうふうな、返答をしていただけるのかだとか、あとは、あの、NE の残存問題の総裁の件についてなりますっていうことを言ってくれてた動画を見つけてますので、まあ、その辺のことに関しても、まあ、話してみたいなと、あの、河川水門外式玉発電について、まあ、どういうふうな話になってるのか、その秋篠宮家の方たちで、まあ、昔はもともと佳子ちゃんが子供の頃僕の家に遊びに来てくれた時にその河川の撮影に行ってるっていう話をした時に私も一緒に行きたいとか、まあ、そういうことを、言っていて、いたのを、思い出しています。ということで、本日の動画はこれぐらいにして、公開したいなと思います。以上です。まあ、佳子様としっかりと会って、今年こそ会えるように、最低、その、赤坂御所に行った時追い返すのは、それ本当に何とかしてほしいんですよ。あの、それ、僕もね、動画で見たんですけども、この話も本当なのかどうかよくわからないんですけども、あきこさんとかも、その赤坂御所に住んでるだとか、あとは、文人様、紀子様とか、久人様とか、あの、誰か対応していただきたいっていう、もうその佳子様がその日、まあ、新幹線のチケット買った時に、その内容は、郵便物で、いついつ何時ぐらいに行きますっていうことはお伝えするとして、その時にあの追い返さないように、あの仕事終わった時に会いますとか、あの誰それが一旦とりあえずあの会いますからとか、あと真子ちゃんも含めてあの何か対応してくれなかったら本当に僕は精神崩壊を犯すんで、あれもう本当追い返されるのって本当きついんですよね。あの一応ね、昨年ちょっと思い出せたのが、皇居へ行った時に追い返、いろいろこう話していて、まあ、追い返されてしまったと、誰か、まあ、顔綺麗になってるバージョンの男性の人で、髪の毛染めてる人で、多分、服部っていう兵庫県警の警察官の人だと思うんですけども、その言い方だったら無理だっていうことを横すれ違いながら言ってたんですよ。その入り口のすぐ近くで。で、その人と一緒だったら、もしかしたらあの時会えてたのかなって思うんですよ。言い方っていうことを言ってたんですけども。礼儀正しく、こう、受け答えしてくれてる状態だったら、いいだとか、まあそういうふうな話、まあ昔2019年の時はまあなんとなくそういうふうな形に見受けられましたということです。私からのメッセージ、今回は、これぐらいにさせていただきたい、
いただこうかなと思ってます。一応まあ今回ちょっと意識して佳子さまの誕生日の29歳の29分で、動画ちょっともう声がすごくかすれてるんですけども、まあ、これで、撮影終了したいと思います。ご対応のほどよろしくお願いいたします。